新型コロナウイルスの感染拡大が続く首都圏の一都三県を対象に政府が明日緊急事態宣言を出す方針であることを受けて、福岡県の小川知事は往来を慎重に判断するよう呼びかけました。政府の今後出されるであろう基本方針その内容も確認していく必要はあると思いますけれども、私自身としては一、えー、都三県の移動については県民の皆さんに対して自粛していただきたいと。 福岡県の小川知事は午前の定例会見で新型コロナウイルスの感染拡大が続く東京都と埼玉、千葉、神奈川の三県を対象に明日緊急事態宣言が出された場合、内容を精査した上で県民に対し移動の自粛を求めていく方針を示しました。また福岡県の現状についてはクラスターの発生が増加していることから強い警戒感を持つ必要があると強調しました。